2023年7月7日、ワイルドインベスターズの動画セミナーです。今回は、ポリコレ政策は国を滅ぼす、1、欧州の移民政策は明らかに大失敗というテーマでやりたいと思います。内容は、1、フランス暴動はもはや内乱。真の原因は、移民政策の失敗。3、裏にいつもの国といつもの人々。4、 2020、BLM 暴動との相違点。5、失敗した多文化主義をさらに進めたドイツの末路。6、日本でも外国人が集団で大暴れ。こんな感じです。はい、えー、ちょっとね、あのー、最近情報が多いんで、整理するのに時間かかってるんですけれども、えー、まずこれをやりたかったんですけれども、本当にね、フランスの暴動がえらいことになってると。 えー、もう本当にね、これ、銃乱射って本当かなって思うんですけどね、そのアパートに向けて銃を乱射したりとか、あの、店に、えー、トラックで、盗んだトラックで突っ込んだりとか、警察署を焼いたり、図書館焼いたり、視聴者を占拠したりとかですね、はい。で、あとは、バスもなんか、バスのね、えー、っと、停留所というか、うん,んですかね、バスターミナルみたいなのがあったんですよね、これがもう全部焼かれちゃったみたいな動画が。

もう放火暴動略奪がね当たり前に行われているということをやってますね。それからまあこれはあのーえー、バス店がのバスが全部焼かれちゃったってやつですね。わすごいですねこれ。いくつあるのかな奥行きもかなりありますけれども全部焼かれちゃったみたいです。でえっ、ー、と 動画をアップした主は、ここはウクライナじゃないよ、パリですっていう書いてあって、まあ、えらいことになってるっていう話なんですよね。はい。で、その、えー、まあ、何が起こったのかっていうのは、まあ、他のサイトとかが詳しくやってるんですけれども、まあ、ざっとやると、警察、図書館、薬局、まあ、薬局焼かれて爆発したそうなんですけども、路面電車、市長の車、クレーンなどが燃やされたと。で、刑務所が襲われて囚人が脱獄。なんかね、チェーンソーとか、 あのー、あれでこう手錠を切ってる動画がありましたけれども、えー、視聴者が占拠された盗んだトラックで店舗に突っ込み略奪バスや消防車を略奪放火、えー、警察は多勢に無勢で、えー、撤退これはまあどっかで見た光景ですよねそれについては後でやるんですけれども、えー、それに対してじゃあマクロン大統領がね,ね何を言ってたかっていうと子どもたちに暴動に参加させないよう 保護者に呼びかけたそうです。で、その、暴力的なテレビゲームに依存して模倣してる若者がいると。ま、あこれがね、あの、えー、ネット社会では、その、マクロンが、あの、暴動ゲームのせいにしてるぞって言ってるんですけれども、まあ、ああの、マクロン大統領としては、なんかね、テレビゲームに感化された部分があるんじゃないのかと言って、別にね、テレビゲームをやめろとか言ってるわけではないんですよね。うん。まあ、あとは、その、 SNS の運用運営会社に対して、その暴動に関連するコンテンツですね。まあ、さっき言ったような動画を、こう、真似したり、またアップして、その、えー、バズるのを喜んでる人たちがいるから、えー、削除してくれって言ったんでしょうね。ただ、このやり方って私すごい気になるのが、あの、アメリカってそ、そういう感じでね、言論統制を,を進めてったわけですよ。こういう口実を、を 皮切りにしてね、言論統制、あの、検閲を始めるんですよね。で、私の考えなんですけれども、その、正しいか正しくないか見る人が決めるべきで、政府は、その、なるべく検閲をするべきじゃないと思うんですよね。たとえさっきの、こういうね、画像が流れても、これを、その、真似しようって思う人もいれば、止めなきゃいけないって思う人もいるはずで、あの、情報を止めちゃいけないというふうに思うんですよね。はい。まあ、それは私の単なる感想なんですけれども。 暴動で結局、えーまあ、軍を出せとか言ったんですけれども、えー、軍は出してないと思います。4000人逮捕されて、拘束されて、えー、と、まあ、大体3分の1ですよね。えー、あの、1200人以上は未成年者。で、これはですね、私初めて知ったんですけれども、親に罰金とか禁錮刑を課せるみたいなんですよね。フランスの刑法によると、その、正当な理由なしに法律上の義務を怠り、子供の健康安全、道徳性、教育を損なう保護者には3万ユーロ、 以下の罰金と、え2年以下の禁錮刑というふうに、まあ法律上はできるそうなんです。だから、その、ちゃんと親管理しとけよというふうに、あの、マクロンさんは言ってるんですよね。はい。えー、まあ、こんなわけでですね、もう本当にひどいありさまなんですけれども、あのー、マクロンさんとしてはどうやってこれを止めるのかって言ったら、まず、その、あのー、親にね、ちゃんとしろっていうふうに言ってる。これはね、間違いではないと私は思いますね。はい。それで、 えー、あの終わって、えー、もうみんなね あの、マスメディアだとか、以外の人たちは、え、あの、左派以外の人たちはみんな気づいてると思うんですけども、真の原因ってこれもう移民政策の大失敗なんですよね。で、もともとね、その宗教だとか、も、まあ、価値観だとか、生活水準が違う人を一度に入れちゃいけない。一度にですよ。あの、多少はいいと思うんですけれども、なぜならばそれは国の中に別の国を作ることになって、争いの単になるわけですよ。だって家族の中でもね、同居してたら喧嘩起こるわけじゃないですか。それが、例えばね、全然違 違う宗教の家族とかね、えー、あの、えー、ものすごいリッチな人と、えー、全く金ない人が一緒に暮らしたら問題起こらないわけがないわけです。で、でこれは本当にね。あの国の中に別の国を作ることになって、争いの種になって社会の分断を起こすわけですよ。で、今回のフランスの暴動でもその左派は警官がひどいと、あの彼らは主張してるだけなんだから許せって言う。一方でこの？ えー、フランスの少年を射殺した。まあ、ね、あの、えー、警官が止めようとして走ってなんか信号無視だとかね、あの、やってたんで撃ったんですけれども、えー、その警官に対して、あの、150万ユーロですから、2億円以上になるんですかね。えー、で、やっぱり、あの、チャット職務を全うした警官を評価する動きがあるわけです。はい。えー、これこそ本当に社会の分断で、私は、あの、ちゃんとその、 ねえー、と犯罪者を止めるという職務を執行したんだったら、あれですけれどもその、ちゃんとね、そこを検証して、あの単にねあのむか、むかつくから撃ったとか、それはいけないと思うんですが、そこはね、ちゃんと検証するべきだと思うんですよね。でも、あのそういうことを検証せずに、とにかく景観は悪い、あるいは少年が悪いって言ってることで、あの社会の分断が深まっていくわけです。で えー、まあ、移民、難民を入れろっていう人たちね、特にサハ言うんですけれども、ところがね、その外から来た人たちが働かなかったり、その生活保護とかを受けながら犯罪をしたらね、その、元いた人たち、あるいは働いて、あの、税金を納めてる人たちはね、もちろん反発するわけですよ。だけれども、マスメディアは、移民政策失敗したなんて絶対に言いたくない。そしてその、その、外国、外から来た人が、ね、その、 批判を悪化させれてるんだっって言たたらいうことは絶対認めなくないだからそういう人たちは差別主義者だとかね陰謀論者だとかね心が狭いだとか言ってあの社会的にもね潰してきたわけですよでもそれはね、うん、もう本当にピント外れの人道主義なんですよね誰もうれしくないあの独りよがりの人道主義だと思います。 これはもう、あの、世界共通で、例えば、あの、今、岸田さんの政権支持率がだだ下がりになってるんですけれども、えー、それは本当は LGBT 法案をね、独裁国家みたいに通しちゃったことと、それからね、韓国の、あの、日本への嫌がらせに対して、何のペナルティも課すことなく許したことに対する、その、もう保守派が呆れちゃったんですよね。もうひどいや岸田政権ってもう絶対投票しないっていう風に、は、離れてしまった。だから、あの、 えー、無党派層と保守派がね、離れたんで、あの、ものすごい大問題なんですよ。でも、マスメディアはね、えっ、ー、と、LGBT 法案だとか、えー、この二つが、あのー、に反対してる人たちがいるって絶対痛くないから、マイナーカードへの,の批判とかね、もう本当にピント外れなこと言うんですよね。それでみんなマスメディア見なくなっちゃってるわけですよ。もう私なんかテレビ見ないですからね。あの、テレビでね、つい、つけてる時はあるんですけれども、まあ、普段見ないです。だってもう、 あのえー、遅くて、えー、ピント外れだし、偏ってるから、ね、全く見ないですね。はい、で、えーと、こういうふうに、ね、分断が先進国の中に深まってるんですけれども、裏に誰がいるのか、もちろんね、何もしなくても起こるんですけれども、それをね、あの加速させて煽ってる人たちがいるんですよね。なぜかというと、あのさっきのねあの、国の中に国を作ると、揉め事,事が激しくなる。 んですよ。だからそのえ敵国の中に別の国を作るんですよね。地下組織とかね、あのーうん、作って、うん、その既存のこの政権をこう潰していくっていうのがこの共産主義者とかねなどのうんこう地下浸透工作なんですよ。これはまああのー。 えー、スイス政府が発行した、あの、民間防衛とかね、ああいうのを見ると、もう典型的なんですよ。なので、その、共産主義者とかね、全体主義者、反自由主義者や、あの、その審判は先進国で多様性だとかね、寛容とかね、移民受け入れを要求するわけです。それは、で、それはもう国を弱体化させることを知ってるんですよね。だから自分では、自国では徹底ダンするんですよ。移民もね、えー、強制あの、うん 異民族とかね、異宗教の人は、あの、非強制収容所にぶっ込むし、麻薬は取り締まるし、ほぼ死刑でしょ。それから仮想通貨は自国では禁止して、えー、先進国ではやってくださいと、うん、やるわけです。LGBT もそうですよね。自国では禁止しながら、先進国では、なんかこれを導入しないのは、あの、あの人権あの、反人権ですよとか言ってね、導入させる。ね、このの人たちは社会の分断を作りり出し対立を煽り政権を を崩壊させて権力を握るという、こう、なぜか自分が権力を握れるというふうに思ってるわけですよ。えー、これはもう昔からある共産主義者などの敗戦革命論、敗戦革命戦略なんですよね。あの、みんなが豊かで自由で幸せなら、あの、自分が政権握れないじゃないですか。じゃあどうすればいいかっていうと、あの、みんなを不自由にして貧しくさせて、 えー、喧嘩するように、不幸せにして喧嘩するようにして、それで、その、混乱の中で自分が、うん、権力を握るっていう戦略なんですよね。で、これは、まあ、あのー、共産主義者とか、その反自由主義国家はやってるんですけども、国単位でやってるんですけれども、実はその宗教やね、サイコパスも、その狙ったターゲット、狙った人物を地獄に落としてですね、で、裏で。 で、表は自分がね、救世主として、いや、私が助けてあげますと言って支配を確立するという。まあ、よくあるある戦略ですよね。うん。あの、よくその信仰宗教で、あの、あなたは神を信じますかと言って、あの、えー、話しかけてくる人がいるんですけども、あれは、あの、100人に1人でも信者を獲得すればいいんですけれども、あの、ある人が言ってたのが99人に断られることが大事なんだと。そうすると、疎外感を覚えて、 教団への、ね、こうなんというか依頼心、えー、心が強くなるからつまり自分たちに依存させるためにそういうね、あの、布教活動をさせて断られる経験を山ほど積ませるんだっていうことを言って、あ、なるほどと、全く俺は考えつかない。あの、えー、相手にね、そういう挫折だとか、相手をね、えー、へこませて、それでね、自分にがの支配を。 確立するってね。まあ、それはちょっと目から鱗落ちましたね。なるほどと。はい。で、その、えー、お気づきのように、フランスのこの暴動って、ものすごいその2020年の BLM 暴動ですね、と似てるんですよね。で、えっ、ー、と、記事によると、今回のフランス暴動、1週間経過時点で、えー、約10億ユーロ、えー、まあ、1600億円ぐらいですかね、の、を超える損害。で、未成年が多い。まあ、あのー、 えー、14から16までで、だいたい3分の1ですよね。これちょっと特徴的なんですよね。じゃあ、2020年の BLM ボードをどうだったかっていうと、2週間経過時点で20億ドル、えー。当時はまだそこまで円安じゃなかったんですけれども、今のレートで言うと、あのー、 億円ですねこれは保険会社が算定した被害です。で死者が18人、あのこれ2週間経過後かは僕は分かんないんですけれども、でえっと、動画を見る限り、黒人や貧困層が多い感じではあるんですけれども、これは正直分かんないですよね。は白人を映さなかったのかもしれないし。左派メディアは、ですねこの後ろでこう略、えー、火が燃えて、略奪されていながらあの平和的デモと言って称賛してたわけですよね。うんでえっとこの 今回の未成年だとかですね、その BLM 暴動、非常に共通点が多くて、ちょっとその暴れてる人が違う感じがするんですけれども、でもまあ、なんというか不満を持っている貧困層が多いっていうのは多分確実で、で、左派のね、その敗戦革命論には、その実際に暴れ回って政府を倒すその後衛兵がね、あの、 えー、中国の文化大革命の公衛兵が必要なんですよ。で、前も言いましたけれども、あの、こうやってね、若者を煽ってね、こう暴れさせてね、で、捕まったりするじゃないですか。でも自分は手汚れないわけですよね。あのーえー、若者を、煽る。 その君たちの、ね、権利が侵害されているとこんなことはあってはならないとか言ってね暴れさせるわけですよ。で捕まってもやるあのそいつの人生が無駄になるだけなんで,で結局その後衛兵にしても、まあ、BLM の、ね、人たちもそうなんですけれども用がなくなったらねぽいなんですよね。えー、後衛兵はその火方といって農村にね行って、まあ、多数死にましたし。 えっと、BLM ボードもまあまだ使われてるのかなうん。でも、アンティハは完全に切られましたよね。で、BLM もあのん、あの、トランプ政権の時は暴れ放題させたのに、バイデン政権になったら、急にその、何ですか、催、え、涙、ー、弾ぶち込まれて弾圧されるようになって、もうお前は、お前に用はないみたいなことをやられてました。はい。それでですね、あじゃあ、うん。これが、あの、 今回の暴動は、まあ、えー、約1600億円超えという感じですね。これはちょっと古い記事なんですけれども、この BLM 暴動が、まあ、だいたい、えっ、ー、と、2ビリオンですね。えー、20億円ドルですか。うん。の被害があったという、えー、ワシントンあ、ニューヨークポストの記事ですね。はい。それから、うん。それでですね、あの、非常に興味深いことに、 今、ヨーロッパってすごい移民難民が多いんですけれども、もうこれはね、失敗したっていうふうに、早くから認めてるんですよ。例えば、あれほどね、難民を受け入れ、移民難民を受け入れ,け入れたメルケルドイツ首相は、もう2004年に多文化主義は見事に失敗したって言ってるんですよ。で、2010年、10月にも同じことを言ってる。 えー、なぜかというとその外国人の失業率はドイツ人の2倍12.4%、うん、中途退学率も13.3倍でその、まあ、要はそのドイツの教育システムや就職システムに、えー、うまく入れてないっていうことを言ったんですよね。はい、ところがですねもう20年近く前にあの、えー、多文化主義移民難民の受け入れすぎの失敗を認めていたメルケルさんがですね えー、2016年の9月に受け入れを決定した。なぜかというとテレビ番組で、ね、難民少女が泣き出して、まあ、それに、ね、ほだされたとか、まあ、やっぱりそういうふうにマスメディアがプレッシャーをかけて、あのー、受け入れたみたいなんですよねでおかげで治安が悪化して支持率もだだ,だ,だ下がりで、まあ、右派政党の躍進を招いたわけですで、えー、ドイツなんかまだ、ね、右派政党の躍進はあれですけれども、まあ、イタリアだとかね えー、欧米でこれ共通の現象なんですよ。で、その、おお自分の国を守ろうよとあの、移民、難民にいい顔するんじゃねえっていうのは、まさにそのトランプ派の主張なんですよね、その南部国境の壁とか行って、えー、を作ろうとしてたじゃないですか。 ところが、裏にいる人たちはそれが面白くないから、いろんな手を使って引きずり下ろしてバイデン政権にして、今ね、えー、の去年だけでその南部国境から240万人の不法入国者を入れたわけです。だから、まあ、誰が裏に、えー、いるのかっていうのは、もう明らかなんですよね。はいじゃ 記事を確認すると、まあ、これはあ,の、えー、ある人の、えー、ハフィントン・ポストの記事なんですけれども、あのこれはね、あのー、私も見たような気がします。ごめんなさい、ちょっとね、えー、これの一時ソースまではたどれなかったんですけれども、えー、こういうことがね、すでに、まあ、少なくともね、2016年の段階でまた、そのずっと前からメルケルさんは、 えー、多文化共生、えー、多文化主義は完全に失敗と認めてたんだよということがありますね。うん。えー、それで、うん。で、まあ、ね、メルケルさんは、その、合理主義者って言われてたんですけれども、この、えー、なんですか、えー、っと、シリア難民をいああ、ごめんなさい、シリアじゃないや、ハンガリー難民か。うん、ハンガリーが、あの、えー、もうパンクして、パスしたんですよ、パスっていうのは、あの、 なんでの、えっ、ー、と、他の国に渡したかったんですよね。それを受け入れたのか、うん。で、そのきっかけになったのがこれと言われていて、そのメルケル首相、テレビ番組でね、メルケル首相があの受け入れられないのって言ったら、その難民の子がたましたよ、首相、頑張ったかどうかじゃないと思います。とても辛い状況なんですよ。うん、辛いのは分かっています。この子、まあ、ちょっと今見えないですけど、泣き出して、それで、このマスメディアがね。 あの辛い状況は、あの、うんうん、慰めるだけじゃなくて、なんとかしてくださいよと言って、まんまと、その、メルケル首相に難民を受け入れさせた。うん、それで、あの、ドイツはあんなありさまになってしまったっていう話なんですよね。はい。ええー、まあ、支持率もだだ下がりで、ね、もう失敗したって言ってんのに、そこからね、ガンガン <laughs> 受け入れてるわけですよね。それはまあ、悲惨な状況になりますよね。はい。 で、いよいよ、その、まあ、日本は、そこ、えー、欧米に比べると、まだまだ町なんですけれども、でもね、ついにもう、えー、多文化、えー、主義の、うん、弊害が、もう目に見える形で現れましたよね。それが、その、川口、埼玉県の川口で、あのー、クルド人が、あの集団で乱闘して、一人、刃物で一人が負傷したと。うん。で、パトカーに突進するからままあったり、その、基幹病院なのに交通機能が2時間停止とか、 もともとでも、このクルド人の話って私も聞いてたんですよね、まあネット民なんで、あの当然耳に入るんですけれども、えー、交通ルール違反と危険運転、深夜のタムロにらみつけ、放尿、女性の声かけやナンパ、あのこれはね、ものすごいセリアのソフトに言ってますけれども、あの彼らにしてみると、えー、イスラム教徒にしてみると、がを露出している異教徒なんて、もうそういう対象でしかないんで、あの えー、ハラスメントで済む話ではないと思いますよ。うん、あの、もっとそれ以上のことが行われてる。で、しかもそれで不起訴になったりとかね。はい。えー、で、それに対して川口の市議会が一部外国人による犯罪の取締り強化を求める意見書を出して可決したんですよね。あのまあ、そこは、えー、自民党が主体になったみたいなんですけれども、ところがまあ、いつものね、共,共産、令和、立憲民主の一部が反対。 それからあの、この川口、なんでこうなったかっていうと、多文化共生の町づくりを推進すると、市長さんが言ってるんですね。はい。だから、なるべくしてなったって感じですよ。えー、っと、まあ、これがその、クルド人とトルコ人が大騒ぎで、次々に警察車両に乗せられていくというのかそれから、えー、っと、まあ、これがさっきのその、川口医療センターで、 えー、クルド人がんとでも本当にね、こあの集団ですぐ仲間を呼んで、集団で抗争すると。まあ、まあまあ、仇じゃない人たちと同じことをやるんですよね。まあ、この辺はゆっくり見ていただければと思うんですけれども、もう本当に北斗の剣みたいになってて。で、これは昔のやつなんですけれども、えー、っと、クルド人の男が、えー、これいつですかね。 これなんか昔の記事だったと思うんですけれども、これ2015年か、クルド人の男が、移動隊から奪った指揮棒で警官を殴ってる。乱闘を止めようとした警察官を激しく叩きつけてま、うん、まあね、これ、移民難民、自称移民難民の人たちがこれをやったら、それはもちろんあの反発を食いますよね。んでも、えー、彼らによってその治安が悪化してるっていうと、差別主義者だとか、 その、うん、いろいろ攻撃されるわけですよ。おもう脅されたりね、場合によっては殺されたりするわけです。はいそれで、これですね、あのこれはその、えー、川口の市議会がその犯罪取締り強化を求める意見書を認めた。でこれに対して、やっぱりその共産党とかね、令和とかね、あの立憲民主党の一部の人が、えー、反対しているという記事です。でこのねその えー、川口市長がこれは、まあ、ほぼ3年前の記事ですかね、えー、日本で最も安心して暮らせる多文化共生のまちづくりを推進って言ってるんですけれども、それがね、それ,それを載せてるのが人民日報なんですよね。はい、裏にいる人、もう本当ね、バレバレですよっていう話です。はい。で、ただですね、日本の方は、あのうん、まあ、これ、こっからは加速度的に欧米と同じ。 ふうになっていくと私は危惧してるんですけれども、まあ、ささやかながら反撃をしてるとそれは先月この入管法改正入管法が成立したんですよねで今まではそのえご、ー、ねてねその難民申請をもう無限にやって無限難民申請をしてその強制送還をこう、うん、されないという裏技があったんですけれどもあのそれが止められた。 えー、まあ、それは彼らにとってもいいことで、その、えー、国外退去のくせに収監されてるという人たちが大勢いたんですけれども、もうさっさと国外退去処分にするということで、私はこれ、人道的だと思うんですよね、うん。で、帰りたくないからね、ご飯食べずにね、死んでしまって、で、なんかまた被害者面をしてる家族がいるんですけれども、はっきり言ってね、もう帰ってくださいよっていう話ですよ。うん、で、また左派がそれを利用してるわけじゃないですか。 うん、ところが、この改正入管法は難民その、移民難民でこう日本をこう混乱させようとしてる左派とか、ね、メディアは面白くないから大反対してましたよね。うんまあ、これはあの岸田政権がよく頑張ったなというふうに私は思います。はい、それから、ね、これを私知らなかったんですけれども、日本で外国人の在留資格取り消し件数が増加しているそうなんですよね。うんうん だから、あのー、こうなりゃ、国外退去になりますから、そのなんというか、不良外人がいなくなるって話ですよね。で、えー、面白いことに在留資格は簡単に手に入るものではなく、大切にしなければならないって言ってるんですよ。いやー、本当にね。えー、これですね。あのー、だから、割とその在留資格取り消し、どこがやってるのかな、入国管理、んん入国管理庁、うん だから仕事を頑張ってますよね、本当に。うん。出入国在留管理庁か。うん。でも、それにやっぱりこう、中国は危機感を覚えてるんですよね。あの、追い返されるとまずいじゃないですか。こう、移民難民で乗っ取ろうとしてるのに。うん。でも、これはもう、なんというか、あのー、えー まあ、誰に裏がいて、裏,裏に誰がいて、どういう政策を嫌がってるのかということがよくわかりますよね。はい、ところがですねあの、まだまだポリコレのご領地は続いていてこの、この入管、改正入管法が成立した後ですかね、その国連がね、もっと移民難民を,を,を受け入れろって言ってるんですよね、もう本当、だって、その、 先進国で大失敗したわけじゃないですか。それをね、またね、日本にやれと、お前も失敗しろっていうふうに言ってるわけですよ。で、これはね、もうあるあるで、欧米がね、ダメでも、何も知らない日本人なら騙せるだろうと考えるのが左派とポリコレ教の人たちなんですよね。だから、例えばその ESG。 日本では SDGs はもう下火になってね、あの、金融業界みんなそっぽ向いてるんですよね。<laughs> ねでも、日本人ならまだ騙せるから SDGs のバッチとかしてるわけじゃないですか。もうね、SDGs っていう呼び方さえもなんか世界では知らないのに、あの国連様がやってるからって言ってありがたがってるわけです。で、昆虫食もヨーロッパでね、あのー、嫌がられてるから、でも日本人ならいけるよねって言って今頑張ってる。 電動キックスケータータもそうですよねそのシンガポールやイギリスでは禁止されたんだ,、うん、だけれども、日本人なら騙せるだろう、騙して売れるだろうと。バッテリー EV もそうですよね。太陽光発電もそうです。えー、それから、あのーまあ、これは後で詳しく話をするんですけれども、外国の工作がね、SNS で行われてるからっていって、あのー、アメリカで検閲が激化したんですよね。あのーまあ、そういうい名目でトランプ派とかけ えーえー、共和党支持者、あるいは、うん、法律通りやれっていう、あのー、無党派層を弾圧したんですけども、それと同じことを日本政府にやらせようとしていますね。はいまあ、そのへんはちょっと、えー、かなり注意をしなくてはならないのかなというふうに思います。はいまあ、ちょっと長くなるんで、あと何回かに分けてやると思います。 え最後にですね、これはあの、えー、まあ仕事猫の、うん、バージョンの一つで、俺の答えはこれやと言って火炎瓶を投げる <laughs> あの、えー、絵があるんですけれども、まあ、活動家ですよね、えー、あの後衛兵というか、左、え、派、ー、の,その、えー、敗戦革命論を実現するために前線で働いているのがポリコレ衆だとかね、そのえー、まあ若い学人だったり、学生とかね。まあ、学生なんかも あの環境症状だとかね、あの革命少年とか、おだテリア、もう学習機会を失って活動家になるしかないですから。うんでも私はね、ほんとそういう人たちを見ると、その子ってよりもあの、そういうね、子供を作り出す大人ですよねその。日本で言えば義務教育の親の義務を怠っている大人の方に頭にきますけれどもね。はい。でもまあ、これはもうそれぞれの家が気をつけるしかない。えー、でね、私はもうそういうことを、そういう手口なんですよと。 あの、カルトだとかね。あの、共産主義者だとか、えー、まあ、あとは何でしたっけ。えー、サイコパスだとかね。あの、ターゲットをもう混乱させて地獄に落として自分が救世主になることで支配を確立する。権力を得るというね、えー。こういう手口があるんだよということをね、しつこく伝えていきたいなというふうに思います。引き続き頑張っていきます。あ、こんなシリーズ続きますけれども、引き続き頑張っていきます。以上です。